皆さんこんにちは。今日もとっても暑い一日になりました。今日から楽しいお盆休み。今日はスイカの名産地を引いてみます。スイカの名産地、ミュージックオン。スイカの名産地もいろんな変装で弾いてみるととても楽しいです。左手の平音記号が難しい、弾きにくい時は和音で弾いてみるのも楽しく弾ける奏法です。昨日もレッスンでお伝えしましたが、左手が難しい、平音記号が読みにくい、そういう時は和音で弾いてみることも楽しく曲を演奏するコツです。平音記号が難しい、ドレミの位置が難しい、それはとても残念なことですが、少しずつ独譜力を身につけて弾けるとどんどんピアノの腕は上がります。平音記号で弾くのが難しい場合は和音で弾いてみる、これもとっても楽しい練習法の一つです。スイカの名産地でした。バイバーイ。つづく。皆さんこんにちは。今日も実に楽しいレッスンでした。子どもたちの好きなこと、興味を引き出す楽しいことをやってみると子どもたちの笑顔、目が輝いてくれます。無理をしないでできることを楽しみながら学ぶことがピアノ大好き、ピアノ嫌いにならないコツです。今日はメリーさんの羊を
いろんなバリエーションで弾いてみます。簡単な曲を面白く弾いてあげると真似をして弾いてくれます。メリーさんの羊、ミュージックオン。皆さんこんにちは。昨日もとっても楽しいレッスンでした。今日は日曜日スペシャル、大きな栗の木の下でよ、いろんなバリエーションで弾いてみます。いろんな伴奏系で弾けるととても便利です。ドレミの位置、さまざまなコードネームも徐々に身につくととても演奏の幅も広がります。大きな栗の木の下で、ミュージック